株式会社ルネサンスから参りました地域活性化企業人の佐藤京太郎です。本日は二の腕を鍛えるトレーニングをお伝えします。これから寒い季節になりますが、ぜひご自宅で滝汗をかいてみてください。それではレッツドゥイット。まず1種目目は椅子を準備していただいて二の腕を鍛えていきましょう。まずは椅子からお尻を出します。足膝90度にしていただいて、お尻を椅子に押し出せるようにゆっくり下ろします。その時に肘は後ろにしていただいて、ゆっくりと下ろしてあげましょう。余裕のある方は足を遠ざけて行っていきます。また少しきついなという方は、回数を本日は10回行いますので、奇数回や偶数回で調節して行っていきましょう。それでは一緒に行っていきます。1、脇を締めて行いましょう。戻します。2、下ろし胸を張って上げる。3、脇を締めたまま、そうです、そのままです。4、体が前になりやすいので胸を張りましょう。上げましょう。5、上げる。6、余裕のある方はお尻もう少し下げて上げます。7、足の力ではなく腕の力で起き上がる。8、さあ皆さんあと2回ですよ、頑張って。9、上げる。ラストです。10、アップ。はい、そのまま椅子に座りましょう。はい、お疲れ様でした。お顔赤くなってないですか？呼吸は自然に行っていきましょう。これをぜひ3セット行ってみてくださいね。はい、続いては2種目目です。2種目目は床で行う二の腕のトレーニングです。それでは一緒に行っていきましょう。まずは腕立て伏せの姿勢をとっていただくんですけども、腕立て伏せはだいたい肩幅の2倍程度です。ただ今回行うのは肩幅と同じぐらい、もしくは脇腹を肘が滑らせるぐらいの手幅で行っていきましょう。体は少し前めに出していただいて、ゆっくりと胸を床に近づけるように下ろしていきます。その時に肘が外に張らないように注意して脇を締めて行いましょう。ゆっくりと持ち上げていきます。もちろん膝をついて行っていただいても構いませんが、膝をつく方は頭のてっぺんから膝までが一直線になるように行っていきましょう。それでは一度休憩していただいて、ここから本番になりますよ。今日は5回行っていきましょう。それでは準備です。スタッフもみんな頑張りますよ。それではいきます。1、下げて上げましょう。2、下げて上げる。3、下げてストップ。ゆっくり上げましょう。4、上げる。ラスト、下げて、まだ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 、はい、ゆっくり上げる、ゆっくり上げる。はい、お疲れ様でした。二の腕がポンポンになりましたね。これもぜひ3セット行っていきましょう。はい、それではいよいよ3種目目です。3種目目はトライセップスプッシュアップの少し変化版を行っていきたいと思います。また先ほどのプッシュアップの姿勢になっていただくんですけども、一度見てください。この姿勢からゆっくりと肘をつける、今度は反対の肘もつける、伸ばす伸ばす、今度は反対です。肘肘伸ば
行っていきましょう。その時に大事なのは体がぶれないこと、お尻が前後に動かないこと、上下ですね、上下に動かないことを意識して行っていきましょう。それでは練習です。もちろん先ほどと同様、膝をついて行っても構いませんが、膝をつく方は頭のてっぺんから膝までが一直線で行っていきましょう。準備大丈夫そうですか？それでは交互に行いますので6回行っていきましょう。では一緒に右手から、せーの、1、2、3、ストップ。反対、せーの、1、2、3、ストップ。せーの、1、2、3、ストップ。せーの、1、2、3、ストップ。あと2回です。せーの、1、2、3、ストップ。ラスト、1、2、3、ストップ。はい、皆さんお疲れ様でした。二の腕も疲れますし、お腹周りのトレーニングにもつながってまいります。余裕のある方は一回ごと休まずにすぐ行ってみてください。こちらも3セット行っていきましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。いや、今日二の腕、皆さんどうでした？疲れてですかね？疲れた。はい、ありがとうございます。今日はですね、協力していただいた方ご紹介したいと思います。一番奥、もいちそして、しずくちゃん